暮らしの中で感じる疑問や困っていることはありませんか？広島テレビの記者がその疑問を取材します。疑問に答えたい。今日から始まる疑問に答えたいです、はい、情報通信アプリ広島テレビアプリで皆さんが普段感じている疑問や困っていることを募集します。取材するコーナーです。今回はその第1回ということで広島テレビのスタッフからの疑問です。40年以上親しまれてきたジュースの自動販売機が間もなくその役目を終えます。その理由とは。訪れたのは広島市安芸区中野地区。瀬野川沿いにある文具店にその疑問の標的はありました。長年の風雨に耐えてきたジュースの自販機です。この自動販売機、普通の自動販売機と買い方が全く違います。まずお金を入れて、この中にあるジュースを、コツがいるんですが、引っこ抜いて買うことができます。栓抜きもついていて、その場で開けることができます。販売しているのは、瓶詰めのキリンレモンとオレンジジュース。レトロな自販機は地元の人たちに人気です。これが犬の散歩に来て、コケ来て、で抜いて飲んで帰る。日課ですか？日課。しかしこの自販機、瓶詰めジュースの製造が終了するのに伴い、12月でその役目を終えることになりました。店の人に聞いてみると、うち方一軒じゃけん、おいでやっぱり製造がやっぱり合わんのでしょうね。野村さんによると、この自販機は文具店が開店した昭和52年、1977年頃に設置され、現在は2代目とのこと。当時は瓶詰めが主流でした。そんなに珍しくなかったと思いますけどね。見た時はね、いろんな人ですよね。やっぱり子供さんも暑い時に飲まれるし。なぜ今瓶詰めのジュースが生産中止なのか、その訳を製造メーカーに聞きました。販売数減少のため、やむを得ず販売終了することとなりました。ではなぜ販売が減少したのかを聞くと、より手軽に飲めてリキャップもできて、取り扱いのしやすいペットボトルの割合が増えてきたためと考えています。つまり、重くて割れやすい瓶よりも軽くて割れにくいペットボトルを選ぶ、そんな消費者のニーズがあるというわけです。清涼飲料の容器別の割合です。26年前は 12% だった瓶のシェアが、去年は 1% に減少しています。駄菓子も扱う野村さん、店を訪れる子どもたちの笑顔が何よりも大好きといいます。40年以上付き合ってきた自販機にも名残がつきません。あるものがないになると寂しいですよね。どうぞ。インターネットなどで撤去を惜しむ声が広がり、ここ数ヶ月間は東京から買い求める人が訪れるなど、販売量が急増しています。美味しいです。美味しいです。よく買いに来るんですか？週に2、3回ぐらいですかね。なくなるのを知ってどう思いましたか？寂しいですね。寂しいです。いや、もう飲めなくなるし、幼稚園からずっと見てきてるけ、寂しいですね。昭和の風情を感じさせる瓶詰めジュースの自販機とのお別れ。その背景にあるのは、瓶からペットボトルへと変化した時代のニーズでした。寂しいですね。私やっぱり口に当たる質感とか、はい、持った時の重量感とか、なんかああいうの好きですけど ね。この、ね、瓶の自動販売機、家の隣にあったんですよ。家の隣が工場で、あ、そうですか、はい、でそこでよく買ってたんですけれども、本当にあそこからこう引っこ抜いて、こうやって引っこ抜いて栓開けて、でその場で飲んで横の瓶ケースに
入れるっていうね、はいはい、懐かしい風景ですけれどもね。そうですね。はい。